日本東京都西東京市北町北町は東京都西東京市の地名。現行行政地名は北町1丁目から北町6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は2022-0003。西東京市の北東部に位置する。町域はおむね平坦で、主に住宅地及び農地として利用される。北は埼玉県新座市の寺。東は、 練馬区西大泉南は下方や、西は、栄町に隣接する。新座市や練馬区との市区さまた、他の町域との境に広い道路や、河川などがないところが多い。特に、新座市との市境は特に境となるものがない上に、いびつな形をしているところが多い。南から時計回りに、北町1から6丁目が設置されている。町目ごとの面積、人口と、 世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地価は2017年7月1日の工事地価によれば、北町後の11-22の,の地点で22万6千円平方メートルとなっている。明治以前には、武蔵国新座郡、下方や村に属していた。 旧方谷市地域である。下方谷村の初期の村域は、白子川沿岸の東町域及び、下方谷町域だったと考えられており、村の総鎮守の30番神社は、東町域に、その別当時の伏線寺も東町域からほど近い、下方谷三丁目にある。なお、旧方谷市では住居表示の際に、多くの地名が失われており、東町域付近に存在した、荒屋敷。 宮の脇、上といったあざなも町町名としてはすべて消失している。現在では道路の通称名や花バスの停留所名などとしてわずかに残っているのみである。旧豊屋市の北部に位置することより。なお町名の案として北上町、上谷町、薫谷町、薫の台が上がっていた。町域内に鉄道駅は所在しない。町域から最寄り駅は 西武池袋線の宝屋駅で、おおむね徒歩充から20分程度である。町域内を、西東京市、花バス第一ルートが通る。また、新座市との市境の都道24号線を、新座市にいい、バス東ルートが通る。2015年8月2日、町域のほぼ中央を南北に貫く形で、多摩南北道路1号線が、東西を貫く形で新東京所沢線が、 開通したまでの強用。また、両道路開通に合わせて、周辺地区の用途地域が変更となっており、今後は、商業施設の進出など、地域の様相が変化することが予想されている。AB、平成22年東京特市町村町長、別報告。東京都、2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市。 2018年1月15日閲覧。AB 郵便番号。日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月15日閲覧。私立小中学校通学区域。西東京市。2018年1月15日閲覧。国土交通省地下工事。都道府県地下調査。 角川日本地名大辞典13東京都 P1133 法野町広報第62号1964年7月30日ありがとうございます。